おはようございます。バラエティープロデューサー、角田洋中でございます。えー、2月14日の ICUC でございます。えー、私今、あのー、京都におりましてですね。えー、今日はその、なんて言うんですかなんて言うんですか,とか部屋 <laughs> ホテルの部屋からお送りしておりますと。はい、そんな感じでございます。あのー、2月14日、バレンタインデー。<laughs> バレンタインデーって明らかにあの盛り下がってますよね。あのー、 バレンタインデーキスってねあのおにゃんこクラブで歌国祥さんか国祥さんの歌でありましたけどあれ87年とかぐらいですよね多分ね6年7年ぐらいだと思うんですよね88年、うん、僕は高校時代だったって覚えてるんですけどあのぐらいからこうブーストがかかりその後僕は社会人になるぐらいになる前にはもうギリチョコみたいなもうこうんていうんでしょうネーミングがギリチョコはいなんてね で会社の中に入るとなんかむしろこうなんかチョコレートを送るのが手間だみたいな話になってとかあと何だっけ友達同士で送るとかつまりこう恋を、うん、恋のメッセージ恋をメッセージ託すみたいな機能はほぼ失われていると思うんですけどね、うん、まあそのバレンタインにチョコを送るみたいなのはあのお菓子メーカーがあの生み出した ものだみたいなこととかよく言われてますけども期限があるのかないのかみたいな話みたいなでもそうやってほうまきだってそんなような話だしねコンビニだとか、うん、じゃあもともとじゃあおさい銭だってとか,、うん、なんかおみくじだってみたいなあらゆるそういう習慣なんてものはそんなもんですからねこれで仮に1000年経って1000年経った後にバレンタインで残ってたら2000年前にできたなんか うん、なんていうんですかその、じゃあ20、二例二百あ、二千年前にできたか分かんないけど、と対して変わらないでしょうし、えっと、そんなの初詣なんてね、あの、第一次世界大戦終わりでできたという風習って言われてるから、バレンタインと高々対して変わらない風習なんじゃないかな。長さで言えば見たくなりますよね。まあ、千年後にあんのかどうかは置いといてですけど。まあ、そんなことを思いながら、なんか、最近ちょっと思うのは、という、 レン,タインみたいな風習とかまあな,なんかもう意味ない意味ないなんて思ってたけども最近の私はですね意味ないものがあるということを実は意味があるのではないかなみたいな風にすごく思ったりもしてるんですよねうんあのあらゆる批評ってそれ意味あるの意味ないのみたいなところに帰結するところってちょっとあるじゃないですかでなんかいつもそういうような話にこう物事って やっぱり修練されていくときに意味がないから面白いみたいなものってやっぱりちょ,ちょっとあるような気がするんですね。だからバレンタインで言えば、えー、とチョコレートが売れるという意味では意味がありますしそれがこうなんかもともとは女の子が男に告るみたいなね意味では意味があったんだと思うんですよね。うん、だって自分のこう記憶を思い出してみると小学校の時とかにやっぱり2月14日に バレンタインのチョコはもらえるかどうかってすごい気にしてましたよ。僕がというか、男子はというか。うん。小学校とかね。中学校とか。うん。高校はもうもらえないんだろうなって思ってたかな <laughs>。うん。小学校の時は、僕一回あるんだよな。小学校5年生か6年生かなんかに、あの、朝起きて、ら、あの、ポストに新聞を取りに行くわけですよね。あの、その時はお袋が取りに行ったのかな。そしたら、ポストになんかよ。 封筒入ってたよ、みたいな。洋ちゃん、あの、当てよう、みたいな。ただチョコレート手が、手作りのチョコレートがあってね。うん、あの、で、これあなたにチョコレートよ、みたいな。え、嘘みたいな。だって本当よ、みたいな。で、見たら手作りのチョコレートだったんですよ。うん。えー、と思って。でもね、名前とか書いてないから誰かわかんないんですよね。あれ、すごい嬉しかったんだけど、当時も親とかに、なの俺のじゃないよとか、なんかいたずらだよとか言いながら。 で開けてみたら手作りだったんですよ。うん、手作りだよみたいな。だ手作りなだけになんかこう食べると毒入ってんじゃないかなとかやっぱり思いませんいきなりポストに入ってると。うん、手紙あったんだけどなんかあったような記憶もしあったんでもうそんなことまで覚えてないんですけど。うん、で多分今冷戦かかる小学5年生ぐらいの女の子が手作りでチョコレート作ってくれてポストに入れてくれてるんですよね。なんかそれってすごいじゃないですか。うん その時、誰誰だ,だって言ってたら多分食べてたと思うんですけど、なんか結局で、ね、ちょっとね、割れちゃったりしてたんですよね。だから多分その子も別に料理作り初挑戦ぐらいなんだと思うんですよね。で、お菓子作りというか。ちょっと割れたりしてて、この食べれないよ、みたいな感じで食べなかった記憶があるんですけど、でもあれ、もしお名前があったら食べてただろうなとかいや、それでさらに言えば、その時の小学校5年生の僕は、あのじゃあこの仮に名前があったとして、クラスでなのかね。 クラスじゃないかわかんないけどった、お会いした時に。ありがとう、あの時のチョコって言えてねえよなー。うん、うん、あの。男の、男子そのものとしても言えてないし。小学校五年生という人間というのでも言えてないし、そのし学校という社会の中で。この子にチョコレートをもらったってことを言って。いいのかいけないのかみたいな。なんか秘め事的な。うん。なんか。そんな。 世界の中にバレンタインっていうのチョコっていうのは存在してたような気がするんですよね。ところが、なんかギリチョコなーみたいな話とか、会社になるみたいな話になるともう、その自分の愛情を込めてみたいなところっていうのは、そんなにこう、機能しなくなっていくじゃないですか。うん、だからそう考えるとね、あの、バレンタインって、女性の方が男性にチョコを送る。だそのまたジェ、ジェンダー問題とかはさておき、あの、些細な話なんで私の言ってるのは。 あの女性の権利みたいな話になるとまたこの話はできなくなるのでそういう話はあのまた別の機会だとは思うんですけど比較的女性の方から男性に告るというものが多分比較的に文化として少ない日本の中で女性側から男性に告白してもいいんだよという,ののこう言い訳をつけようみたいなコンスペプトがあったんじゃないかなと。ということをやるとあの。 渡しやすいいみたいなところが実際小学校の時は、えっ、ー、と、渡しにくかったんですけどね。うん。渡しにくかった。だ渡されにくかった。私ね、うん、だからたくさんもらえるモテ男ではないわけですからね。うん。と、ただから恥ずかしい。恥ずかしさの中で、あの、義理チョコの方に、あの、世界は、世界っていうか、この日本ではバレンタインを向かっていったっていうのは、 整理すると、恥ずかしがり屋の国民なので、バレンタインというものがあると、こう、贈与。<laughs> 愛情を形にして贈与できるっていうシステムを作ると、あの、告りやすくなるんじゃないのっていうことをやってみたんだけども、やっぱりその恥ずかしさに耐えるよりは、えー、バレンタインのチョコというものを、えー、恥ずかしくないものにする、イコールギリチョコというものに転換することで、えー、結果的にその、 恋の気持ちを伝えるという機能が薄れていったっていうのがバレンタインチョコのありようなのじゃないかななんて思ったりするわけですね。でそういうふうに思うと、えー、バレンタインなんかくだら,いくだらないかくだ,くだるかっておかしいけどねくだらないか,なんか大切なもの大切なものかって言ったらあの一部の業界の方に とって以外は多分、まあ、くだだだらななないもんなんだなと思うんだけどそんなくだらないものが機能してる世界とか社会っていうのはちょっとこうくだらなさに満ち溢れててむしろ楽しいよなというか、うん、それぐらいのくだらなさを許容しようぜっていう感じってちょっとあるなって思ったりするんですね、うん、だから一方で日本のハロウィンなんてねもうアメリカのハロウィンみたいな感じというよりはコスプレみたいな話になっちゃって、うん、人が渋谷に集まって。 コスプレするみたいな違うあのこう種族に変わっていったみたいな感じってむしろ面白いなってちょっと思うんですよね。うん、でそれって僕が南米好きなんですけど南アメリカ南米好きだって話とすごいリンクしてるんですけどあのキリスト教がねこうあの生まれ。 地中海世界というかそこからヨーロッパ世界に広がりそこからこうコロンブスの,あの新大陸発見でこうあの、まあ、いわゆるヨーロッパ人西洋人たちとかこう新大陸に行きさまざまな圧力となんか搾取とかあの黒人奴隷を連れていくみたいな話がある中で、まあ、南米の文化というものがあるときに。 多分、今現在だって、その、ヨーロッパ、アメリカより、アメリカ、ヨーロッパより、アメリカ合衆国だ、北米より、やっぱり南米って、カトリック、カトリックの、あの、比重、比率が高いし、で、そのカトリックも、敬虔な人というか、つまり、信仰を大切にしている人が、やっぱ多いと思うんですよね。うん。だから、つまり、えっ、ー、と、バレンタインデーなんて、そもそも、 なかったものが日本でバレンタインデーというものやハロウィンというものがこうなんかこう儀式化していくように南米でもその,よあのキリスト教みたいなものが南米に移動して移動してか広がっていったのちになんかもうそれってちょっとこう本来のキリスト教とはちょっと違う感じぐらいのこう熱狂というかなんか土着的なものに変化している感じが南米のこう なんかちょっとも,ものを、ね、見たり読んだりしてるとだからあのリオのカーニバルとかも含めてなんかちょっと違うものに変容してってる、うん、そう考えるとあるものがこう生まれてこうふわーっと広がっていくだから広がったこの終焉っていうかそこってなんかむしろ、えー、っと本来のと出来上がったところではなくなっちゃったものがこう維持されていて維持されてるだけじゃなくて。 拡張されてるその現象ってすごい面白いなと思うんですよね。うん。だって、そもそもキリスト教が発祥したかもしれないイスラエルの地区では、キリスト教徒は比較的少ないわけですよね。ユダヤ教徒と、アラ,アラーブのイスラム教徒が多いわけですからね。あの、地中海、世界ではというか。うん。そうすると、 その話って、実は、あの、仏教でもそうで、だって、あの、インドで生まれて、中国や、東南アジアに行って、で日本にもやってきて、インドではまあ仏教徒なんてもう、なんとなく少なくなってて、中国でも、少なくなって。で、その橋の橋の大乗仏教をやってきた日本は、比較的盛んで、で、盛んで、その中で、なんか、空海がいて、最長がいて、道元がいて、英才がいて、日蓮がいて、みたいな。 さらにさらにその天理教とかね、うん、大本教とかねそういうものがどんどんこう生まれてくる中であれってそれってもう仏教なんだけどまあ天理教とか仏教かどうかっていうのはあの僕も詳しくないので今適当に名前を挙げてしまいましたが、うん、そうなっていくとその変容みたいなもの、うん、そこからこうねあの変わっていったのか拡張されていったのかみたいなことは 分からないですけど、うん、そういうものがこうだからこう流れていったこの先のところでこう輝くみたいな感じってすごい面白いなって思うんですよね。そうするとなんかバレンタインとかがこ,うこのまま衰退していくよりなんか細々となやっててなんか何十年5年後とか10年後とかにはなんか若者の間でバレンタインブームみたいな。 えこれは義理なしででマジでこくんななななきゃいけないいけやつみたいな <laughs> なんかそんな風にまた併用してたりしたらすごい面白いよなとかって思ったりするというかうんなんかだからなんか「くだらないからやめろ」っていうのってなんかちょっとあのそれ自体がおもろくないなってなんか思えるようになってきたなっていうかうんまくだらないって思うっていうのはあの なんていうんですか、リスペクトする方のくだらないもあるんですよ。あの、私テレビマンだったんで。あの、だから、よく、あの、言ってたのは。あの、面白いって言うじゃないですか。か面白いっていうのが、最高の褒め言葉ですって、よく僕は言うんですけど。実は、褒め、あの。 面白いの上にも、もう一個、もう一個だけレベルの高い褒め言葉があって、くだらないってよく言ってるんですね。だから僕らが使う、くだらないなって言ってるのは、あの、くだらね、くだらなくて最高だの時にくだらないなって言ったりするときのくだらないってあって、そのくだらないっていうのは昔から好きなんですね。うん、そうじゃなくて、えっ、ー、と、本当にくだらないよっていう、こう、なんて言うんでしょう。あの、もう、目を細めるばかりのくだらなさみたいなね。 うん、でもそういうものがもうあるから面白いんじゃないかなと思ってそういうものが規制されてしまったりしたらあるいは表現が不自由になったりする方がむしろつまらないよななんて思うわけです。うん、それって何か何て言うんでしょうね何、うん、だろう自分がそういう些細なものみたいなものにこう美さみたいなものにすごい惹かれてる。 光っってるってるるいいうところがあるのかもしれないですねだからねあの最近あの脳科学者の森健さん森うんさんがあのー、日本の笑いは面白くないってつぶやいててうんよく言ってますよね昔か,から言ってますけどね森さんね、うん、森さんっつったら茂木さんね茂木さん、うん、あの茂木健さんが。 言ってますけど、あのー、で前は言った時にはなん,かなんか松本人志さんに言われて謝った日本の笑いも面白いみたいな言ってたけど今回はいろいろやっぱり面白くないっていうふうなことを言ってて、うん、あの模、ー、擬さんが言ってることっていつも正しいんだよな、うん、学歴のこととか偏差値のこととかもそうだし、うん、そうなんだけど、うん、その正しさを 言う時に面白くないって言ってしまうことの正しさって面白くないなってすげえ思ったりもちょっとするから何て言うんでしょうね茂木さんの <laughs> 言ってることってあの分かるんですよすごく、うん、あの日本の笑いに批評性がないということの面白さがないことというか、うん、だからそういうジャンルもあった方がいいんじゃないかってことでまたそういうものだけを別に認めてるわけではないってことも当然分かった上で、うん、なんだけどなんかおもろくないんだよな うん、あと NHK 批判とかもしてたりするんだけども、うん、言ってること正しいんだよな正しいんだけど面白くないんだよなって思うことって正しくないけど面白いのどっちがいいんだみたいな話とかっていう次元じゃなく面白いことってあるんじゃないかなって思ってるというか、うん、それがさっきのこのバレンタインの話のくだらないからやめようくだらないけど残そうみたいな議論を超えて。 まあいいんじゃねえのっていう程度で残そうみたいなそのまあいいんじゃないのっていうので残そうのところってちょっと面白いよなって思ったりもしてるっていうことかななんて思うんですね。でそんなことを思ってる中でね安井一郎さんの,あの、えっと、エレキコミックのねだから友達さんと安井さんのエレキコミックとなおかつあの片桐仁さん、はい、ラーメン像最近。 小林さんが脱退さ,るさ,られ,さ,されちゃった、片桐さんがやってる、エレカタっていうね、コント、ライブの,あの配信をですね、見たら面白くて、で、面白くて、えっと、またもう一回見ちゃったんだよな、面白くて。うん、で、面白くて見ちゃったら、あのまあ、当然コントの中で言ってるから、それは一つの笑いなんだけど、安井さんが、まあ、こんなこと言ってるんですよね。面白いと思ってやったことは、全然面白くないよ。でも、それが面白いよって。うん。それ、すごい。 なるほどなと思いませんかつまり、面白いと思ってやったことは全然面白くないんですよ。これ、あの、どういうシチュエーションかっていうと、まさに今日まで配信してるから、もし見られる方は見ていただいてもあれですけど、あの、素人劇団になんか、素人、スタッフさんとかに劇団をやらせたことがあって、その劇団を演出しているというやついさんが言った言葉なんですね。だから、お前らさ、みたいな。面白いことやろうとしてるだろうと。面白いことやろうとしてると、全然面白くないからね。うん。 その確かに素人が面白いことをやろうとして喋ってたりとか、だから僕クラブハウス苦手なのってそういうことなんですけど、全然面白くないんですよね。全然面白くない。うん、全然面白くないんだけど、そ全然面白くない。でもそれ面白いんだよねっていう、うん。確かにね、その素人劇団の動画を見てるとね、面白いんですよ。あの全然できてなくて。だけどそいつらは面白くしようとして頑張ってるんだけど。 だから面白くしようとして頑張ってるというのに全然面白くないんだけどその面白くないっていうところをが面白いっていうこれすげえ面白いなと思うんですよね。うん。だからそう考えるとさっきのこれ面白くないよって否定してしまってパッと議論が止まっちゃうよりいやだから面白いんじゃないっていう感じってすごくありだなと思うしこのだからいいんじゃないっていうのはね うん、あの三浦淳さん尊敬する MJ 尊氏がよくあの著,作著,著作で書かれてることだけどねそのむしろいいんじゃないかっていう感じってすごい面白いなと思ってるんですよね。でむしろいいんじゃないっていうのが溢れすぎてるとやっぱり面白くないなとも一方で思うわけで、えっと、テレビのとかの,の YouTube の問題ってそのむしろいいんじゃないっていうのはすごい分析すると多分ずらして ずらしてるものが面白いんじゃないがあるんだけどずらしてると面白いんじゃないばっかが巷またにあふれてるともっと本来やるべきことがあるんじゃないとか本来面白いものがあるんじゃないってことがなんか消えてっちゃう感じがして面白くないんじゃないってことだと思ってて模擬研さんんが言ってるのはそこなんだと思うんですね、うん、だからそこで面白くない。そう日本の 笑いというのは本来そういう要素があっただろうってことを多分おっしゃってるんだと思うんであのおっしゃってることは常に正しいですよあの方はの頭が素晴らしく良い方なのでうんだから僕もそこについては思うんだけどという目線じゃないとこでも面白いものってあるよねっていうのも面白いなって思うっていうかうんだからそう考えるとなんか人にこう腐されるとかね腐すっていうのは良くないことだなとか思うしそんなあの何て言うんでしょうね 批評されるというのもあのその批評の言い方がなん,かなんかふざけてるとムカつくよなとも思うしそんな言い方しなくたっていいんじゃないかなと思って僕なんかも傷ついたりはするんですけどというのも含めてまあいいんじゃないのっていうこと,になことの領域がなんか多い方がこと自分の人生にとってはあの楽しいよなって思ったりするわけですよね、うん、でそれが、ね、人の生死とかね。 に関わるとか犯罪に関わるみたいなことだとか戦争に関わることとかだったり人権に関わることだとどうでもいいんじゃないって済ましちゃいけないことっていうのがやっぱり厳然としてあるとは思っててうんだから今回のね JOC の森ののさんのね森大志郎氏の,あの発言に対するいろいろあるじゃないですか切り取りハラスメントだっていう言い方とかもあるしとかあるんだけどことジェンダーの話で言うと 切り取りされるようなことをでも切り取りだから意図がないんだよって言うんだけどやっぱり意図がないっていうか無自覚にあるんだと思うんですね二階氏も言っちゃってるし経団連の方も言っちゃってるっていう意味で言うとでそこでまたこう年寄りってくくっちゃうと年寄りはみたいな話になっちゃうと実はやってることが同じっていう、うん、くくっといてそのくくった集団を文句言うってことは一緒っていう意味では全然あのやってることが一緒だからくくっちゃいけないんだけどでも でも、あえてくくると。っていうことあえてくくった後のきを、もし切り取れたら、切り取りハラスメになっちゃうのかもしれないんだけど、うん、自分の去年亡くなった親父のこととかも考えても、うん、やっぱりちょっとこう、ジェンダーに対して無自覚だっていうところって本質的にはありますよね。うん、で、それっていけないよなと思って、どんどんこう、うん、だってね、アメリカで女性参政権がで,で,できたのってね、戦後だったりとか。 戦後じゃなだからまあ日が浅いだからそんな中でこうそういう意識も育んでいかなきゃいけないってなると育んできた量がやっぱり人生の中で少ない人っていうのはやっぱりそこにこう無自覚さに、うん、こんなに優しくしてるのにとかっていうところってやっぱあると思うんですよねってことはその無自覚にそうだって言うんだったら自覚してそうじゃないんだってことをやっぱりやっていくしかないだと思った時に うん、無自覚だったんだよっていうのは、やっぱりいけないことなんじゃないかなと思うんで、僕はやっぱりあの反対ですね。あのオリンピックから賛成か反対かとか、そういう次元では抜きに。だからあの話で僕、一番気持ち悪いのは、あの、えっと、オリンピック憲章に反したことをや言ってしまって申し訳ありませんでしたみたいなこと言うんですけど、オリンピック憲章に反してるかどうかは関係ないですよね。もともとだめですよね。<laughs> うん うん、だから、ね、自無自覚だからってことに関してね、うん、私は自覚してないんですっていうそういうことを言うことがいけないんだってことで自覚してないんですっていうことがそもそもダメですよねっていうそれがこうオリンピック憲章に基づいて反したことを言ってしまいましたみたいないや、うん、オリンピック憲章以外だってダメだと思うんだけどねっていうところとかがやっぱりちょっとうん 面白くないないいっていう <laughs> この面白くないは先ほどまでの面白くないとはちょっと違うかななんて思ったりもしますと、うん、まあそんなこんながあってですねで水曜日にはあの東大の大学院のあの私今修士のう論文を書き終わって修士の,あの口頭諮問というあの、まあ、その論文について、えー、口頭で先生方にこうあの質問されてそれでまあ 修了なのなののかか不合格決まるっていうようなもの試験がありましてですねでなおかつあの四月から博士に行こうかなと思ってるんで博士課程への入学のまあ高等諮問でもあるというような感じでやってみたんですよねなので久しぶりに東大にリモートじゃなくてだから今年度結局大学に入ったの3回4回とかですね そんなもんしかないですね。うん。で、行って、で、先生方と、だからいつもリモートで、だから1年前までは結構、週に何回かお会いしてた先生方と、去年はほとんどリモートでしかお会いすることがなくて、だリモートでお会いするっていうのもなんかちょっと矛盾してるな。リモートで見た、聞いたはあるけど、お会いしてないような気がするよな。うん。で、実際対面でお会いするわけじゃないですか。対面でお会うって言ったって、ソーシャルディスタンシングがたっぷり取られた、大教室で、 演談で、えー、とこう諮問されるっていうなかなかこうシチュエーションとしてはあのハードな感じのな,なんですけどまあ別にそうでもないかもしれないけど分かんないけどでそこで久しぶりにこう質問されるんでちょ,ちょっと私も緊張してたわけですが結論から言うとすんごい楽しくて。 やっぱり先生方との知的会話をこう繰り返すっていう先生方がこうやって質問されたものに僕はこう打ち返すみたいなこうあのテニスのラリー的な楽しさみたいなどう打ち返せるかなみたいなねうんその打ち返しの気持ちよさみたいなものをすごい感じましたねうんだからそれでじゃあそれってお前らが頭いいからだろうみたいなもしこうややられてしまうんであるならばじゃあ僕のテーマってあのバラエティ番組について書いた研究なのであのおおむね 好評としては好評をいただいたというか、うん、よくここまでこうまとめましたねというか、よく調べましたねみたいなことを言っていただいたのはすごい嬉しい、うん。やっぱりバラエティ番組というのを学術的にどう切るかということをやりたかったから、チャラチャラしてるものをチャラチャラ出しちゃダメで、チャラチャラしてますよというのを誠実に書くっていうのを心がけたものですから、そこは評価していただいたのですごい嬉しかったんですけど、それって要は、えー、今の話で言うと、 あの俗に「くだらない」と言われてるバラエティ番組について「ご長寿早押しクイズ」とかねそういうものがなぜこういう構造になってるかみたいなことを真面目に語ったものという意味で言うとあの高度なえっとこう知的応酬をしてるんだけどその応酬している実態は「ご長寿早押しクイズ」の「のなぜこうピポンなのか」みたいな話とかっていうのってたまらなくくだらなく たまらなく面白くたまらなく知的好奇心をこう感じさせられるようなっていうふうなことをすごい思いましたうんだからね僕あの本当にここだけの話ですけどなんか YouTube 動画を見て面白いなとか言ってるものより1,000倍面白いですね10の3乗面白いですね10、うん、の3乗ですよ一辺があの何ですか 一重つまらない、面白いだとしたら、それがこう、縦横 <laughs>、高さの3倍あるぐらい、あの、YouTube 動画なんかよりはるかに面白かったですね、その先生方との会話。で、その面白さなんてもう、クラブハウスに比べたら1万倍面白かったですね。今、そこで話されていることより十10の4乗面白いですね。もう,う、縦かける横かける高さが、時間で移動していくぐらい面白いっていうか、もう,う、全然違う。うん なんかそれって勉強が面白いっていう話というかだって話してることはバラエティ番組でくだらないことですからね、うん、だからくだらないことをくだらないと言わないでくだらないことをこう分析していくとすごいくだらなくないってことってすごい面白いななんて、うん、さっきのバレンタインの話ともちょっと似てるかもしれないしそんなことを思うわけですねでそんなことがあって週末ちょっと1個用事があったんでせっかくだからと思ってソーシャルディスタンスをね あの取りながら、えー、関西までだ自分の車で来ましたうん来て、うん、そうすると一番人と会わないですからね、うん、で別にレストランとかも行くわけじゃなくて何かこうご飯とかを買ってホテルの中で食べるみたいなことをやりながらけどはねあのなんかすごいこうソーシャルディスタンスを取りながらディスタンシングなつまり距離をこうか移動したくてね車で500キロぐらいかけて。 あの関西にやってきてで、えっと、奈良に行ってきましたね、あの石舞台古墳とか、高松塚古墳を見てきました。石舞台古墳は本当に20代、だからちょうど25年前ぐらいに多分見てるんだと思うんだけど、25年ぶりぐらいだし、高松塚古墳は初めて行きましたね、あの壁画の,あのレプリカがあるんですけど、うんで、なんかすごい25年前も、なんか小春日和っていうか、ぽかぽかして、すっごいのどかでね、静かな感じのところにこう、ちょっとこう、 なんかこう芝生とみたいな古墳があってでところどころにそんなに多くないこうお客さんみたいなものがいてっていうあののどかな飛鳥村のね感じすごくいいですねうんなんかそれもねあの緊急事態宣言だからあの移動を自粛しましょうっていうのは本意で言えば人つ一つのこう接触がないってことなんだけどそれをそういうふうにやると移動の制限になっちゃうってことと 人とのこう接触を防ぐってことの両立はできるのではないかなと僕はちょっとだけ思っていて、うん、だからすごいそういうのに気にしながら、うん、移動するで、それはやっぱり自分の中で、ね、今年度が2020年度、21年になりましたけど、一番今までの人生に移動してない年だったんで、なんか体が移動を欲してるっていうところがあったので、ちょっと移動してみました。うん、今今日日これから今日は 14日、バレンタインなんですけど、バレンタインは関係ないんだけど、ちょっとね、あの、知り合いが、亡くなった知り合いのお家に行ってみようかな、なんて思ってます。住所も分かってないんだよな。<laughs> まあ、なんとなく行ってみよう、みたいな。うん。なんかね、論文書き終わったから、その、こう、書き終わりましたよっていうことをご報告した方がいいな、なんて思いながら、行ってみようかなと思っております。はい。そんな感じでございました。また来週よろしくお願いします。